ティングがなかなかうまくいかない、うまくミュートができないという方はですね、一つ、知っておいていただきたいことがあります。それは何かと言いますと、単音カッティングですね、まあ、実際に弦を押さえる指っていうのは、いろいろ人差し指から小指まで4本いろいろ使うと思うんですけれども、まあ、1本ですね、単音カッティングの場合は弦を押さえて、あとの、弦を押さえてない指を使ってですね、弦をミュートします。でその際に大事になってくるのがですね、ギターのセッティングなんですね。でギターのセッティングの中で一番大きく関わってくるのが弦の高さになります。で弦の高さと言いますと、このフレットの頂点から弦までの隙間ですね、この隙間がですね、広く空いてる方が、まあ、弦高が高いというふうに言うんですけれども、このフレットの頂点から弦までの距離っていうのが非常にこの単音カッティングのやりやすさっていうのを左右するんですね。で例えばまあ3弦ですね、7フレット薬指で押さえたとしますね。で単音カッティングですと、その3弦の7フレットの音だけを鳴らして、あと1弦2弦4弦5弦6弦はもう押さえていない指でですねミュートをしていくんですけれども、その際に弦高が低いとミュートしに行った指ですね、少し力を入れただけで弦がフレットに当たってしまって余分な音が出てしまうんです。でこれ弦高が高い、まあ、先ほど言ったようにフレットの頂点から弦までの隙間が広ければですね、まあ、少しミュートする指がですね、多めにこう押さえるような動作をしてしまってもフレットの頂点と弦が触れにくくなります。まあ、かなりですね、エレキの場合はこう早弾きとかしやすいように弦高下げてる方が多いんですけれども、まあ、カッティングするときにですね、そういったセッティングのギターはかなりミュートがしにくいと思った方がいいです。ですからもしですね、ギターを2本以上お持ちの方はそういった弦高を少し高くしたセッティングにして置いといてですね、ちょっとカッティングをする際はそういったギターを持って練習してみると、非常にそのミュートのしやすさっていうのがわかると思いますので、から複数本ギターをお持ちの方はそういったセッティングを変えたギターっていうのも1本置いておくといいんじゃないかなと思います。ということで今回は単音カッティングの際のミュートのしやすさ、これとですね、弦高の関係性について解説してみました。今回の動画なかなか良かったよと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 YouTube メンバーシップのサービスを開始いたしました。ギター演奏上達に役立つメンバー限定の解説動画を現時点で200本以上ご覧いただけます。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではお申し込みお待ちしております。